まあ、体調はね、良くなりました。まあ、新たなね、まあ、メンヘラ女性で、玉の輿典子ちゃんから怒鳴られて、その後、飛行機で、こうね、ウェットオートして、まあ、その後、まあ、体調は元に戻ったんでね。で、まあ、私はですね、もう、友達作りはもう諦めようかなって思いますよ。海外でっていうか、なんでしょうね。まあ、海外でそのアラフォーとかアラフィフとかアラカンの女性が新しい友達作るのに一番いい方法って、配偶者さんの、が高スペック男性であると触れて回ればね、友達ってすぐできるみたいなんですよ。だけどうちはちょっとね、あまりね、アジア系の方々が、仲良くなりたがらないようなね、そういう状況なんで、まあ状況っていうか、まあ身分なんでね、もう諦めようかなって思いますよ。で、そしたらですね、今日コーヒーね、コーヒーなんて贅沢品じゃないかって思われるかもしれませんけど、コーヒーの飲んでる時に、樺沢紫苑先生、精神科医の、で、まあ、孤独は良くないみたいに書いてあったんでね、タバコよりも良くないみたいなね。で、なんか、そう、10年前にもそうやって、私が友達いないことに、ディスってきた近所の人がいたんですよ。タバコよりも雪でいいでみたいにね。で、そうかと思って、ね、じゃあどうしようとか思って。で、私はですね、ゴールデンウィークが明けたら新たにアルバイトが始まるんですよね。まあ、9割方そういう話になってます。まあ、今のアルバイト先が仕事を、まあ、慣れてきたんで、あともう一つぐらいアルバイト掛け持ちできそうだなって思ったんですよね。で、今度はですね、新しいアルバイトが慣れてきたら、その仕事も覚えてきて、そのカレンダーとかスケジュールもちょっとまとまってきたら、私、追加でボランティアもちょっとやろうかなって思うんですよ。で、今してるボランティア、まあ、アニマルシェルターの方はもう完全に、私、幽霊部員になっちゃったんですよね。まあ、なぜかっていうと、なんかあんまり歓迎されてない感じで、もう一つの裁判所のボランティアの方もなんかちょっと歓迎されてないような感じ。その裁判所のボランティアの方は、まあ、年配の女性が多いんですけど、どうもね、いわゆる勇敢マダムっぽいような人が多いんですよね。で、まあ、そうなると、まあ、私みたいなね、アジアの猿はあんまり、まあ、歓迎されてなさげな雰囲気。まあ、お一人、ちょっと親切な人いますけど、白人女性で。まあ、その人は、その人多分70代かな。なんか大学時代に、まあ、今70代なのに、大学出てるなんてすごいですよね。で、日本からの留学生の人と仲良くなった経緯があって、で、私のこと懐かしい、私を見てちょっと懐かしいって思ったみたい。で、まあ、そういう人がね、一人でもいるんだったら、じゃあ、裁判所のボランティア、まあね、せいぜい月に一度っていう、そういうコミットメントなんでね、まあ、続けようかな、みたいにも思いますよ。で、まあ、私ね、あともう一つ、ちょっと興味があるボランティア活動は、実はワインのワイナリーの、になんかボランティアのポジションがあるって分かったんですよね。で、じゃあ、できそう。私、お酒飲んだら顔が赤くなるっていう、エージャンフラッシュ。アジア系の人はそうなるって、アジアンフラッシュっていうのがあるし、アルコールの耐性、フってハヒフヘホのフですよ。アルコールイントラレンスがあるんで、私は、まあ、ほぼ絶望的に飲めないんですけども、でもそういうお酒が飲めない人、
に来てもらったらなんか歓迎してもらえそうじゃないですか。はい、なんでねちょっとやってみようかなって思うんですよね。まあそういうところでねボランティアすればまああのなんでしょう、まあ、どっかレストランの下働きのアルバイトはあのなんか紹介人の紹介とか必要なところとかもあるんでねあの、まあ、ボランティアでして仲良くなってそういう人にまああのまあ、どっか別の、まあ、レストラン の, あの、まあ、ワイナリーでもいいんですけどあのそういうね、あじゃあ私が身元紹介者になりますなってくれてもいいみたいなねそういう人が見つかるかもしれないんでね、はい、まあそのボランティアをするとオキシトシンが出るみたいに言ってる精神科医でさっき名前言ったでもちょっとそれどうかなみたいに思うんですよね。あのボランティアといえども嫌な人がいたりとかあのあんまり歓迎されないとかそういう雰囲気だとオキシトシンとかあんま出ないですよ。で、あのそういうね奉仕活動して余計にちょっと惨めな気分になるってこともあるんですよね。あ、私は仕事が見つからないからこういうね奉仕活動ちょっとカタカナで言うとちょっと今周りに人がいるんであのまあね仕事が見つからないから奉仕活動をしている自分がちょっと情けなくなるみたいなねそのアルバイトだったらたとえ最低賃金でもあの例えばね、まあ、帰り道にお菓子買って食べたりとかそういうこともねまあ私はしませんけどしようと思えばできるじゃないですか。まあなんでねそういうことでございます。あの昨日のビデオを聞いてくださったジリスさんですかねあのコメントありがとうございました。私はもう本当、なんだっけ、バランス感覚が本当悪い人間で、はい、もうねあの運転とかもねキープレフトって言われたら左に行き過ぎそうになってそしたらあんまり端っこに行くと釘がなんか落ちてるからってね言われてあじゃあ真ん中みたいなねそういうことをねしてるんでね、はい、まああの新しく始まりそうな、まあ、9割方決まってる新しいバイトも、まあ、もしかしたらね実はブラック企業で変な人しかいないとかねそういう可能性は大なんですよ、まあ、だけどそういうとこしか仕事ないんでね私なんかね今継続中 の, あのアルバイトもあの、まあ、オーナーさんがね疾病利得を振りかざす職場なんでね、まあ、しょうがないですね、うん、仕事を選んでたら、まあ、まあ選べる身分にないとね、まあ、私がね玉残しのりこちゃんだったらあのAirB&B の民泊なんでちょっと怖いからやりたくないとかあウーバーとかリフトの運転怖いからできないとかあ私あの犬と猫にアレルギーはあるから犬の散歩とか無理とかねそういうことが言えたそういうこと言って家でゴロゴロとかねまあ、したと思いますけどもね、はい、まあそういうことでございます。なので、ブラック企業で働いている皆様最低賃金で働いている皆様あのこれからもどうぞよろしくお願いします。であの仕事先でね新しい人が入ってきたらあこれはジューシーカーさんなんだあかわいそうなやつだ、まあ、せめて怒鳴らないで優しくしてあげようって思ってください。はい、ではあのご視聴お付き合いありがとうございました。